どうもぷくともです。今日は iPad のイラストアプリの中でも人気が高い Procreate の使い方をご紹介します。様々な機能があってとっても便利なアプリなんですけど、その分初心者の方にとっては使いこなすのがちょっと難しいところもあるかと思いますので、今日は初心者の方向けに基本的な操作をまるっとご紹介しますので、ぜひこの動画を通して Procreate をマスターしちゃってください。では行ってみよう。それでは早速 Procreate を立ち上げましょう。立ち上げるとこんな感じの画面が開きます。まずは右上のプラスボタンをタップします。そうするとキャンバスのサイズが選べるようになっています。この中から今回はスクリーンサイズを選びます。皆さんのお好みのサイズを選んでみてください。はい、キャンバスが開きました。そうすると画面いっぱいに今キャンバスが広がっているんですけど、指2本を使うとこんな感じでキャンバスのサイズを調整することができますので、描きやすいサイズに調整してみてください。はい、では早速各ツールの説明をしていきます。まずは絵を描いていく上でメインとなるペンや消しゴムなどのツールはここにあります。そして設定や調整などのツールはここのブロックにあります。そしてブラシのサイズなどの調整はここのブロックで行うことができます。それでは一個一個のツールについて説明していってもいいんですけど、そうするとちょっとなかなか使い方をつかみづらいと思うので、絵を描きながら説明していきます。まずは私がよく使うペンを紹介します。私がよく使うペンはスケッチの中にある鉛筆 6B です。これがですね、こんな感じで本当に鉛筆のような書き心地を楽しめるペンになっています。はい、では続いて他のペンも紹介していきます。次によく使うペンがカリグラフィーの中にあるモノラインというペンです。これがですね、こんな感じでシンプルなペンになっておりまして、こうくっきりとした線のイラストを描きたい時とかにとっても便利です。続いて3つ目によく使うペンが同じくカリグラフィーの中にあるスクリプトというペンです。このペンがですね、筆圧によって太さや細さが変わるようになっています。こんな感じで力を抜くと細くなって、力を入れると太くなります。なのでこうペンのね、動きを楽しみながら書くことができます。このペンも面白いのでよく使っています。今日はこのよく使うペンの中から鉛筆とモノラインを利用して書いてみます。それでは書き始める前に便利なジェスチャー機能についてもご紹介します。書いたものを取り消したい時に消しゴムで消してもいいんですけど、こんな感じで2本の指でタップすると1つ前の状態に簡単に戻ることができます。やっぱりあの線を復活させたいなと思った場合は3本指でタップをするとこんな感じで取り消したものをさらに取り消すことができます。2本指で1つ前に戻る、3本指で進むといった感じです。ぜひこの辺の操作も利用しながら書いてみてください。そしてですね、ペンでこう書いていた時に一部消したいなと思っていちいちこう右上のね消しゴムを選んでもいいんですけど、そうするとちょっと動作としてめんどくさいじゃないですか。そんな時はペンをダブルタップするとこんな感じで消しゴムに切り替えられます。なのでそれで消してまた書きたくなったらダブルタップをして付け足していくといった感じで書いていくことができます。ちなみに設定の中のアップルペンシルの中のこのダブルタップの設定が現在使用中のツールと消しゴムの切り替えになっていることを確認してから操作を行ってみてください。それでは早速書き始めましょう。まずは下書きから書いていきますので、スケッチの中にある鉛筆 6B を使用していきます。そしてですね、書き始める前にここでペンの太さを調整しておきましょう。こんな感じで太いものから細いものまで選べますので、自分の好みのペンの太さに調整しましょう。こんなもんかな。はい、でこの下の方がブラシの不透明度を調整するところになってるんですけど、まあ、正直あまり使わないのでここは気にせず大丈夫です。それでは早速書いていきます。
私は鉛筆 6B 下書きで使うのが好きです。結構スケッチみたいな感覚で書けるのでラフに書くことができます。ちなみに書いていてもうちょっと小さく書きたいなとか位置をずらしたいなと思った時にはこの矢印ボタンをタップします。そうすると書いた線全体が選ばれた状態になるのでこの状態で位置を移動させたりそしてサイズを調整したりすることができるのでこれらのツールも使いながら書いていきましょう。はい、書けました。そしたら本番の線を書いていきます。こちらでレイヤーを開きます。そしたらレイヤー1のところに下書きが書かれていますのでこれの N ボタンをタップして不透明度を下げます。そしてプラスボタンでレイヤーを追加します。そしたらここに本番書きをしていきます。本番書きもこの鉛筆ツールを使ってもいいんですけど今回の場合はちょっとくっきりとした線のイラストを書きたいなと思いますのでカリグラフィーの中にあるモノラインを使用します。これでブラシのサイズを調整して書いていきます。で本番線を書いていくときはこの機能を使うと便利です。例えばまっすぐな線を引きたい場合こんな感じでペンを止めるとまっすぐで綺麗な線を引くことができます。でこういうカーブの線の場合もこんな感じで引いた後に止めます。そうすると綺麗なカーブを描くことができるのでこの辺の機能も利用しながら描いてみましょう。この綺麗な線を引く作業、慣れるまでちょっぴり大変なんですけど、慣れればどんどん綺麗な線引けるようになるので、ぜひこのピタッと止める機能を利用しながら描いてみましょう。はい、そして目など塗りつぶしたい場所がある場合はこの右上の丸をスライドさせて置いちゃうとこんな感じで塗りつぶすことができます。はい、できました。そしたら改めてレイヤーをタップしてレイヤー1の下書きを非表示にします。非表示にした状態でちょっと手直しをしちゃいます。はい、できました。そしたらこの線に対して直接色を塗っていってもいいんですけどちょっととあることをしたいので別のレイヤーに色を塗っていきます。そのためレイヤー2の下にまた一つレイヤーを追加します。このレイヤー1を選んだ状態でプラスボタンを押すとちょうど新しいレイヤーがこの線を引いたレイヤーの下に来るようになります。でこのまま色を塗ろうとすると例えばよいしょこんな感じで全体がブワッと塗られてしまいます。なのでこれを避けるためにこの線を引いたレイヤーをタップします。そうするとこういうメニューが出てきますのでその中から基準を選びます。そうするとよいしょこんな感じでちゃんとこの線に沿って色を塗ることができます。こちらの機能を利用して色を塗っていきましょう。はい、色を塗れました。で、この色の組み合わせちょっと変えたいなと思った場合この色を塗ったレイヤー3を選んだ状態で今度この魔法のステッキみたいなものを押しまして色相彩度明るさっていうのを選びます。で、レイヤーを選びます。そうするとこんな感じで色を変更することができます。今回の場合は一つのレイヤーに全部の色を塗っているので全部の色がこんな感じで切り替わるようになっているんですけどもしも髪色だけ変えたいとか服の色だけ変えたいという場合はレイヤーを分けて色を塗っていくと便利です。はい、でこれだけだとちょっと寂しいので飾りも描いていきましょう。改めてレイヤーを開いてこのレイヤー2を選びます。
で、モノラインを選んだ状態でちょっとお花を描いていきましょう。そしたら選択のボタンをタップしてフリーハンドの状態でお花を囲みます。で、お隣の矢印ボタンをタップして3本の指で画面をスワイプ、メニューの中のコピーを押します。さらに3本の指で画面をスワイプ、今度はペーストをタップすると、じゃん、こんな感じでお花をコピーすることができました。コピーしたものは左右や上下を反転させたり、大きさを変えたり角度を変えたりといろいろできますので、こんな感じで調整しながら好きな位置に配置しましょう。いいですね。そしたらお花単体でもコピーをしてみましょう。おっと、失礼しました。コピーする元のレイヤーを選んだ状態じゃないとできないのでご注意ください。気を取り直して改めてお花を囲みます。で、矢印をタップして3本の指でスライド、コピーを押して再び3本の指でスライド、ペーストを押します。そうすると、じゃん、こんな感じでお花がコピーできました。こんな感じでどんどんお花を増やしていきましょう。それではレイヤーをタップして背景色も色を塗りましょう。こんな感じで好きな色を選択できるので、青空のイメージで色を選んでみました。さらにレイヤーを新しく追加しまして、桜並木を歩いているようなイメージで背景を描いていきます。そしたら調整ボタンをタップしてレイヤーを押します。で、ちょっと明るさなど色味を調整して完成です。こんな感じでプロクリエイトには便利な機能がたくさんあって、まだまだ紹介しきれていないものもあるので、今後どんどん紹介していきます。そんなわけでチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。以上、ぷくともでした。バイバーイ。